まだ終わる。タク、タク、すごく震えてる。こんなの初めてだ。カオスだ。カオスか。いかにも4人のカオスの一人。4人だと？風のクリスタルがあれば風のカオスがいる。火のクリスタルには火のカオス、水のクリスタルには水のカオス、土のクリスタルには土のカオス。なるほど、そういうことか。ついにここまで来たか。だがもうお前たちの運命は終わりだ。風のカオス、ティアマット。でもいいか。当然。相手もやるね。何としても倒す。試そう。
んでる。いけるよ。勝った。そうらしいな。
君たちがティアマットを倒したの？ああ、よくやったわね。あんたは？私は闇に囚われていたみたい。カオスに負けたのね。私はソフィア、よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。水晶、クラ水晶を出して。こっち。ありがとう。何が起こったんだ？説明はできないわね。私はあの霧の対処方法を知っているだけ。またもや謎の装置の登場だね。何か知っているらしい。どう使うんだったかな。私は記憶が消えにくい体質みたいで、断片的な旅の記憶があるの。ここへも来たことがあるわ。きっと何度もね。そして何度も死んだ。多分。私はカオスを倒したい。この思いを何とかしないと。苦しくてたまらないわ。同行してもいいでしょ？断る理由はなさそうだ。死なないでよ。いてくれないと忘れちゃうから。それはお互い様。そうだった。火のクリスタルか土のクリスタルか、方角が選べるようね。火のクリスタルを解放しよう。